皆さんこんにちは、ケンです。今日は OGK 技研のサイクルトレーラーご紹介したいと思います。サイクルトレーラーっていうと馴染みない方多いと思うんですけども、このサイクルトレーラーをつけることによって、例えば、私の使い方でいうと自転車キャンプだったりとか、1台あると非常に便利です。で、このサイクルトレーラー今どのような仕様かっていうのを簡単にご説明したいと思います。まず、一番目立つところでいうとこういうフラッグですね。これ向き変えれますが、これを立ててることによって車からの視認性を高めるっていう効果がありますね。黄色のサイドリフレクターがついております。こちらのタイヤは太いのがついていて12インチのものになっております。重い荷物運んでもパンクがしにくい仕様となっております。で、この取っ手の部分はこういうふうに角度を変えれますので、自転車につけないときはこういうふうに角としても使えます。で、自転車につけてるときですね、ここにキックスタンドがついてますので、自転車にこのような状態でついてるときはキックスタンドを立てることによって倒れづらいっていう工夫がされております。正面から見るとこちらにコンテナバッグがついてるんですけども、これは別売りとなっております。これ自体が本体で販売されているものになっております。コンテナバッグがなくても、例えばこういったアウトドア製品、椅子とかね、机とかをこういう風にしてロープでくくりつければ、コンテナバッグの大きさに関係なくいろんなものが運べます。自作でバッグ作ったり、例えば大きい荷物を運ぶっていう方はあえてコンテナバッグを買う必要もないかなとは思います。このキャリミですね、すごいコンパクトに折りたたむことができまして、ここにボタンがあるのでこのようにするとこういうふうに角度とか調整するとペラペラになりますので、もし使わない時にご自宅で保管するっていう時も邪魔にはなりません。タイヤの脱着も非常に楽で、ボタンがありますね。ここを押していただくとこのようにタイヤを簡単に外すことができます。はめる時はワンタッチではめるだけで装着可能です。 OGK 技研さんの、オンラインでこのホイールタイヤセットが、約3000円ぐらいで買えます。こちらについては自分で買ったんですけども、もしもパンクした時にですね、タイヤを外したりするよりはセットを運んだ方が効率がいいですし、ストレスも少ないかなと思います。ちょっと重量はありますけどね。こういったオプション品も売っております。ベビーカーとか車椅子に使われているような変わった米式のチューブを使ってますので、一般的にもしパンクとかした場合は自転車屋さんで取り扱っていることは少ないと思います。取り寄せが前提のサイズ、特殊なサイズですので、こういったものは1個買っとくといいんじゃないかなと思います。じゃあもう一度組み立ててみましょう。これサイクルトレーラーって言いましたけど、普通にこの手持ちとかもこうやって伸びるので、普段荷物運びのカートとしても使えるんですよ。なので私、サイクルトレーラーとして使わないときはこれを車に常備しておいて荷物を運ぶ手段として使ってたりもします。今からじゃあつけてみたいと思います。このように取り付ける金具がついてまして、ここにガチャンってはめるだけですね。で、この丸い棒はここに刺さります。押すだけ。そうするともうロックがかかります。で、念のためサイクルトレーラーと離れないために安全装置みたいなもんですね。これをガチャンってはめるだけですね。で、今これだけでは不安定なので、先ほど紹介したようにここにキックスタンドがあるのでしっかり固定してから荷物を積んだりするといいと思います。 OGK 技研さんのコンテナバッグは反射板がついていて防水仕様となってます。こういうボストンみたいなタイプで、こういうふうに持ち運びも楽ですし、中はもうほんとシンプル、仕切りとかが一切なくて、このようにもうガバって広がるので、ここに先ほどいた予備のホイールセット、椅子だったりとかね、
まあ、95リットル入るのでまだまだ入ります。あとこれを閉めてこういうふうに乗せて、あとはもう固定するだけになります。このコンテナバッグはキャリミの中でも一番物が運べるバッグになります。これ以外にも普段使いでもできるようなトートバッグタイプとかもありますので、用途に合わせて、まあ、必要ない人は買わないトートバッグ、コンテナバッグ選んでいただければいいかなと思います。じゃあ次は走行の話をします。走行性能は、まあ、後ろでやっぱり牽引してるので何もつけてない時よりは、まあ、ついてるなっていう感じはしますけども、走り出してしまえばついてないはもう大げさなんですけど、本当に気にならないです。全く気にならないです。であとは、ですね、旋回です、まあ、カーブとかそういったところでも全然気にならないです。これがもし電動自転車とか e バイクだったらもっと気にならないと思います。それぐらい結構転がりもいいですし、皆さんが思ってる以上に全然ついてるっていうことに対して気にならないです。初感だとこれでロングライドとかも余裕だなっていう感じはします。ただしその坂道とかね、極端に段差が多い ところを走ることに関してはちょっと走りづらいシーンもあるかなと思います。まあ、今からねちょっと映像で旋回とかしてみますので見ていただければと思います。小回り結構効くんでね、使いやすいです。ただしこれをつけての注意点は、まあ、やる人いないと思いますけど、これをつけてる状態で、まあ、バックさせる、ちょっと後ろに下がろうかなっていう時は全然動かないので、バックだけはしないでください。まあ、やる人いないと思いますけどね。はい、ここまでの動画でサイクルトレーラーについて興味を持った方いると思います。ただし注意点があります。まあ、皆さん気になっている人もいると思いますので、走行上の道路交通法とかそういった話を今からします。このサイクルトレーラーをつけたことによって普通自転車ではなくなります。普通自転車は、まあ、サイズ幅とか長さが決まってますので、それを超えてしまうわけですから、これをつけた時点で、軽車両扱いとなっております。簡単な話をすると、自転車専用道路が走れません。あとは歩道も絶対に走れません、基本的に車と一緒でもう車道しか走っちゃいけないっていうことになります。普通自転車の場合だと、まあ、自転車専用道路とかは走れるんですけども、このサイクルトレーをつけた時点で、車道しか走れないっていうふうにもう覚えておいてください。曲がるとき交差点は2段階右折になっております。どれぐらいの重量運べるのっていう話だと思うんですけど、耐荷重は18キロとなっております。子供などは絶対乗せれません。レビューでも言いましたけども、走行上の注意っていうのは、まあ、今みたいに今日とかもすごい風が強いんですけど、風が強い日だと、止めてる最中とかに倒れたりします。下り坂および、慣れるまではカーブも気をつけていただきたいですし、段差を乗り越えるとき特に注意してください。まあ、それぐらいかな。本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。